はい、それでは、第2局の、2日目をやりたいと思います。はい、まれに見るね、激戦になりましたね。はい。封じ手の場面ですね。はい。今、ここに打たれましたね。まあ、今決めないと、後でだとね、効かないくなるということでね、ここを打たれましたね。はい。まあ、白は、まあ、こういう手も考えられたんですけど、やっぱり取られてしまってはね、大きいという判断で、はい、ここは、頑張りましたね。はい。なるほど。この賭けはね、なんか筋が良さそうですよね。はい。で、結構ね、長考されてたと思うんですけど、はい、このように打たれまして。まあ、振り変わりみたいなね、形になりました。まあ、ここもいい一目なんでね、黒も。はい。で、こちらに回って、はい。まあ、予定の行動だったのか。はい。まあ、いい別れですね。この時に、こう、覗いた手がね、なんか鋭そうな手ですよね。これだと、後からではね、これに対してはこう、打たれてしまいますんでね。はい、これ打ってから、それから受けると。はい、これはいい手順だった気がします。はい。で、勢い、コウになりましたね。まあ、つないでいればね、全く、また全然ね、違う碁になったと思いますよね。まあ、後でね、今度これには聞いてくれなくてね、こっちとか打たれる可能性があるんでね、白も当てたいんですよね。はい。で、勢いこうになりましたと。まあ、黒はね、そうですね、そんなにいいコウはないんでしょうね。白からはまだここにちょっとあるんでね、コウはなかなか頑張れないということで、ここで手を打たれましたね。はい。で、白も解消して、まあ、これは、白がこう打っても、まだね、こうやって手が残るとこなんですね。はい。なので、はい、白もここ取り切りました。はい、黒もここ1手で解消できないっていうのがね、ちょっと泣きのところです。ここはまだ寄せコウなので、ここではこう取りに行くこともね、できたと思うんですけど、これは、一応こう取りに行くこともできたとは思うんですけど、まあ、何かと味が残るっていうことでね、やめましたかね。はい、切っておけばね、いつでもこの3目も取れますからね。この辺りは一手一手が難しそうですね。ここで、仕掛けましたね。ここはどちらがね、有利なんでしょうか。まあ、こういう覗きとかも、できればコウ材に使いたいんですけど、打たないと逆に打たれてしまうっていうのを恐れたんでしょうかね。はい、ここで手を打ったんですね。この白がまだ生きてないと。ここにつければ、この石が取れるんですね。こうやっても切ってて、はい、無事に取れるので、
はい、これで、お互いね、弱い石がなくなって寄せ勝負となりましたね。隅はこのつなぎが効いてますので、まず大丈夫と。半目勝負との雰囲気ですと。これだけ戦ってね、半目勝負なんですね。僕もこの碁をね、見てる段階ではどちらが勝ってるのかわからない。わからないんですよね。白が厚いという感じもだったような気もするんですけど、どうだったんでしょうか。あとはもうほぼおしまいですね。これで終局ですね。もう打つとこがダメ、手入れの関係が、手入れもありませんね。なので、6目差なので、白の半目勝ちですかね、おそらくね。あ、そうですね、白の半目勝ちと出てます。いやいや、すごい碁でしたね。いや、どこが勝負どころだったのか、全然わからないんですけど。名人戦はね、これで1勝1敗となってね、面白くなったんじゃないかなと思います。じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。それでは失礼します。